むむむむサンダー何してるんですか？電気を操れるようになりたいんだ。またおバカな発言を。いや、もしかしたら鬼ヤバかもしれません。ブラックチャンネル。こんな動画を撮ってみませんか？いいね、電気ってかっこいいよな。なんていうかスマートで。めちゃくちゃそわそわしてますね。操れるようになるには条件がありますが。使えるんなら何だってするよ。早く早く。かかか。あんまりそわそわしないでください。それでは契約書にサイン。ディール。電気を持つ生物。ふっふっふ、これで俺も電気タイプ。行くぞサンダー。あれ、電気使えないじゃん。操るには条件があるって言ったじゃないですか。条件って何？充電すればいいんです。充電？こういうことです。いやー何すんだよブラック。電気を操りたければ電気をその体で受けないといけないということです。じそれじゃあもう操れる？あの程度の電気じゃ使えないです。なんだ、じゃあ早いとこ電気受けよ。ずいぶん余裕ですね。だってアニメとかでも10万ボルトとか食らっても大丈夫そうじゃん。それにほら俺サトシだし。かっかっか、それ以上はまずいですよ。じなんか電気を受けれるものないかな。はっ、いいこと思いついた。どうしたんでしょう？じこのうなぎに電気を起こしてもらおう。サトシ君、本気で言ってます？うん。そのうなぎさんは発電しませんよ。アマゾン川やオリノコ川に生息している電気うなぎさんじゃないと。ちぇ、どこかに売ってないかな。普通のスーパーじゃ買えないでしょうね。は、電気クラゲは？ペットショップの熱帯魚コーナーで見たことあるよ。確かに売ってますが、残念ながら電気クラゲさんは発電しません。そうなの？電気って名前ついてるじゃん。触手から飛び出す針にある毒の刺激が感電したように感じることから電気クラゲと呼ばれているだけなんです。紛らわしい名前つけないでよ。電圧。どうしよう、身近に電気なんてどこにあるんだ？そこら中にありますよ。え？この部屋でアホ面な小学生を照らしているものは何ですか？あ、電気。おバカな小学生が宿題をサボって遊ぶゲーム機にも。確かにスワッチも電気で動いてるよね。で、なんか一言余計じゃない？人間にも電気が流れているんです。俺の体にも？じい。例えばサトシ君がサッカーをしていて転がってきたボールを目で見たら、見たことやしたいことを電気の信号にして神経が脳に伝えているんです。はあ、ボールを蹴るぞという脳からの電気信号を神経が足の筋肉に伝えればボールを蹴れるわけです。いや、ややこしくて頭ショートしそう。かかか、ちょっとうまいこと言いましたね。じい。とにかく俺の中に電気が流れてるってことは電気を自由に扱えるくらい充電できるってこと？体に流れているのは弱い電気なので充電はできませんね。なんだ。ちなみにサトシ君は静電気を受けたことありますか？あるある。ドアノブ触ろうとしていきなりバチってなるとびっくりするよね。その静電気は数千ボルトから数万ボルトと言われているそうです。そうなの？静電気怖っ。指とドアノブの間にかかる電圧が数万ボルトなだけで、体にはほとんど電圧がかかってないんです。へえ。そういえば友達のお姉さんが防犯用にスタンガン持ってるって言ってたけど、あれって何ボルトくらいなんだろう？高いものだと100万ボルトもあるみたいです。え、死ぬじゃん。かなり痛くて傷跡も残るらしいんですが、気絶や死に至ることはないようです。スタンガンはあくまで護身用ですからね。でもやっぱ傷はつくんだね。約2億ボルトある雷に打たれるよりマシでしょ。絶対助からなそう。そんなことはないですよ。雷に打たれても70から 90% は助かっているんです。2億ボルトもあるのに？いくらボルト数が高くても人は耐えられるんです。
じゃあやっぱり電気食らっても大丈夫かな。条件によっては100ボルトで感電死することもありえますけどね。2億ボルトで死なないのに。100ボルトの約半分、42ボルトでも感電死してしまいます。実際に死にボルトという言葉があるくらいです。怖いな。感電しないためにはどうしたらいいんだろう。濡れた手でコンセントなど電気が通る場所を触れないことですね。じゃあもしかしてお風呂に入りながらスワッチとかやってたら危ない？スマホも危険ですよ。充電しながらは特に危険です。海外で入浴中にモバイルバッテリーを浴槽に落としてしまい感電死した人もいるくらいですから。もうお風呂でゲームするのやめよう。 G 電気を操るなら他にも知っておいた方がいいことがありますよ。アンペア。サトシ君、アンペアってわかりますか？わかんない。アンペアとは電流のこと。ボルトよりアンペアが大きいほど危険なんです。先ほど話した充電器も2から3アンペアあるんですよ。危険そうに思えないんだけど、実際どのくらいのアンペアで感電死するの？ 0.1 アンペアです。低っ。 0.01 で皮膚に傷ができ、 0.02 で痙攣が起こり自由が効かなくなります。0.05 で呼吸や心臓が止まったりして、 0.1 になるともうアウトです。1万アンペアともなると丸焦げになってしまうそうですよ。ボルトよりアンペアが危険なのはよくわかったよ。10万ボルトより10万アンペアの方がはるかに強いですね。でも10万ボルトって言った方がかっこいい。ビリビリ小学生。それじゃあサトシ君、そろそろ電気受けてみましょうか。まだ心の準備が。いきます。10万ボルトピッカピーです。イエーイ。大丈夫ですか？大丈夫だけど大丈夫じゃないよ。でも死ななくてよかったじゃないですか。それはそうだけど、めちゃくちゃ痛い静電気って感じだった。電気を受けたことでサトシ君は電気を操れるようになりましたよ。あ、そういえばそうだった。ふぅ、すごい。でもこれっぽっちか。ブラック、もっとすごい電気ちょうだい。カカカ。どうなっても知りませんよ。デビルビッグサンダー。いやー、生きてるといいんですが。じー、サトシ君。はっはっは。電気も操れる最強の小学生になった。その名も電気サトシ。そのまんまですね。サンダー。この力を使ってクラスのみんなを驚かせ。サトシ、お風呂に入っちゃいなさい。電気の力を操れる俺に命令するなんていい度胸だな。バカなこと言ってないで早くしなさい。はい。カカカ。お母さんの雷にはかなわないようです。ええ。さーて、一日の汗を流そう。いやー、カッカッカ。お風呂で電気を扱うのは危険って言ったじゃないですか。ええ。電気を操る最強小学生でもお風呂に入るとあっけなくやられちゃうんですね。 This is entertainment。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。